ましょう。さあ今日は、はい、今日迎えしたのはラジオ初登場のプロデュース101ジャパンシーズン2の最終選考で選ばれた11人によって誕生した INI、藤巻京介さんと高塚ひろむさんです。こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めての方もいらっしゃると思うんで、ちょっと声の聞き分けのためにも自己紹介お願いしてもいいですか。はい、 INI の藤巻京介です。よろしくお願いします。お願いします。はい、 INI の高塚ひろむです。よろしくお願いします。お願いします。なんか初のラジオ生ということですか。はい、なんかね、どうですか。いやもう本当に緊張してます今。本当ですか。はい、高塚さんはなんか夢だったそうで。そうですね、うん、はい、このあの J-WAVE さんも結構なんか僕が、うん、車でなんか運転とかする途中とかにすごいよく聞いてたりとかして、うん、はい、それは嬉しい光栄ですね。そうなんですね。選ばれてデビューが近づいてるわけですけど、はい、なんかこうミュージックビデオ撮ったりとか徐々にこうなんか来てる感ありますか。はい、うん、そうですね、本当にずっとこう練習しててあんまりこう前は実感っていうのがなかったんですけど、うんうん、こうして自分たちでデビューのことだったりとかシングルのことだったりとか、うん、いろんなことをお話しさせていただくうちに少しずつこう実感が湧いてきましたね。うんうん、お二人とも歌じゃないですか、どっちかっていうと。はい、はい、ダンスもするでしょう。そうですね、はい、どうなん、もともと運動神経良かったとか、ダンスのハードルっていうのはどうなんですか。いやでも本当にやっぱりもともと全然やってなかったのもあって、はい、本当になんというか、みんなについていくのが精一杯みたいなところもあったりとかして、はい、それこそダンスメンバーの、マサヤ君とか、はい、西君とかにいろいろ教わったりとか、時間、みんなの時間じゃない時に、うん、個人練習を増やしたりとか、そうやって頑張って。すごい高塚さんだって元々アカペラでね、はい、優勝したりとかすごい、声ガーンみたいなね歌ガーンみたいな人ですもんね。そうですね、なのでまあやっぱ本当にダンスは今まで本当に全然やってこなかったので。なるほど。でも11人のねサポートがあってというか、皆さんでこう補っていくっていうのでしょうかね。そうです ね、はい、藤巻さんもね全然ダンスの経験なかったんですか。そうですね、全くダンスはしてこなかった。ミュージックビデオ見るとすごいよ、ね、まるでねずっとやってたかのような。いやいやもう全然、本当今ヒロムが言ってくれたように本当に助けていただきながらあのメンバーに本当に精一杯ついていってる感じです。逆に歌の部分ではこうなんか自分の方からみんなとシェアしたり。そうですね、本当にヒロムとか、たくみもいてくれて、本当に自分のところにもメンバーから歌、はい、こういうところどうした方がいいかなとかっていうこうなんか相談とかをしてくれるので、本当にそういう時はちょっとわからないんですけど、こういう自分の感覚でこうした方がいいんじゃないっていうアドバイスはさせていただいてます。へー、なんかいいですね。いいな。11人それぞれに個性があるからね。そうね、いや素晴らしい。なんか今ってすごい貴重な時期ですよね。デビュー前って1回しかないじゃないですか。そうですね、なんか どうやって噛み締めればいいんでしょうね。一瞬一瞬を噛み締めるのかな。ねオーディションで、ね、選ばれた時のこととかってもう遠い昔の感じですか。いやもう全然まだ本当にこう記憶に新しいというか、もう本当にすごい印象に残ってますね、うんうん、まだ。で11月3日がデビューということでね、はい、6曲入りの映画リリースということになるわけですけど、はい、もう6曲も全部撮り終わって、はい、もうあとはデビュー待つの。そうですね。ねこの後この番組でも初オンエアをさせていただきました、うん、ロッケティアこれを聞くんですけど、ね、ありがとうございます。その説はお世話になりました。初オンエアさせていただいて、うん、ありがとうございます。どんな曲ですか改めて。そうですね、ロケティアはすごい力強くて迫力のある、ラップが見どころなんですけれども、メンバーそれぞれの、はい、すごい、個性ある声色がすごい聴けるデビュー曲にふさわしい曲になってるかなって思います。そうですよね。どうですか藤巻さん。はい、そうですね、特にロケティアはサビの部分が、11人全員で歌っているところがあるので、はい、本当に今ヒロムが言ってくれた一人一人の個性は全体的に見て出てるんですけど、そのサビでは一体感もしっかり出てる楽曲になっているので、そこにもこう注目していただけるな、出ればなと思います、ね、6トラック入ってるんですけど今2トラック公開になってて、はい、そうですね、もう全く違うね
と、はい、アタックの強いロケティアと、 そしてちょっとバラードのブライターと、はい、こう幅の広さ、ねね、他の4曲どんな感じなのかもね、ワクワクです ね、 ね、はい、どんなナンバーなんですか、教えてくれるのかな言えないのかな、ね、あの少しこうロケティアに近い曲だったりとか、もう一つの曲はあのちょっと気分がウキウキするような、こう笑顔になるような明るい曲も入ってます。あとオーディションの曲もありますよね。そうですね、はい、これがそのそれぞれのオーディションのバージョンもあるけど、会えないとして11人としてはないので、あのランウェイとワンも入るっていうロフトラックになります、はい、じゃあちょっとロケティアここから聞きたいと思いますけど、2人からご紹介いただけますか。はい、それではいいねこのいいねこの初々しい感じ最高ですよ、どっちが紹介する、一緒に紹介する、一緒に紹介しますか、 OK、はいはい、じゃあ、はい、いい今打ち合わせした、はい、 OK ですか、じゃあよっしょ、せーの、 INI でロケティア、ママだはい、お送りしたのはロケティアです。はい、INI、 今日は藤巻さんと高塚さんお招きしております。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、曲紹介はいいですね初めてですよね、はい、いや一緒にするのは難しいですね、そこ声合わせるのは次なるチャンスで完璧に決めてはい、いいじゃないですか、ね、さあというお二人なんですけども、ねここからはじゃあプラスワンいっちゃいましょうか。いきましょう、うん、今週ステップ1では緊急事態宣言が明けたことを受けて、働き方暮らし方はこう変わったと題してさまざまな企画をお送りしているんですが、 ですね、その中でぜひお二人にも聞きたいのが何がどう変わったか。あ、そうね、ということで、それぞれ ね、 ね、なのでじゃあいいですか、早速藤巻さん、はい、伺ってもいいですか。はい、
そうですね、あのオーディションが始まってからなんですけど、うん、あのこれまで、まあ、約こう1年間通して12ヶ月のうちの2ヶ月が隔離期間で過ごしてるっていう、うん、あ往復で、はい、都度韓国行って隔離して日本来てみたいな。そうですね、あのオーディションの時は、うん、あの2回に分けて、はい、あの合宿があったんですけど、うんうん、1回目2回目で2週間ずつと、そうか、そうですね、それで1ヶ月4週間。そうですね、でこの間の韓国合宿に行って2週間帰ってきて2週間っていう、うん、そうかすごい長い期間隔離期間で終わってしまってるっていう、うん、隔離期間どうやって有効活用するんですか。そうですね、あの隔離期間中も、うん、あのズームでレッスンがあったりとか、うんうん、なるほど、っていうのがあって、そんなに動けないよね。そうですね、うん、なのであのボーカルのレッスンが主にありますね。そっか、まあ、そ2ヶ月っていうと長く感じちゃいますね。いや長いよね、振り返って、まあ、もちろん細切れだったから、うん、まとめて2ヶ月じゃないけど、はい、でも振り返って2ヶ月隔離してるって相当なかなかない経験ですよ ね、はい、今だからこそですね、はい、そっか、でもそこを有効活用できたからこそデビューに至ったということもありますよね、うんうん、続いてじゃあ高塚さんは。はい、僕高塚ひろむはまあ、そういう隔離期間とかもあったことも受けて、うんうん、電話をする機会が増えましたね。電話、友達とか。そっか、ですね、やっぱり今までだと電話してなかった。そうですね、うん、やっぱりもともとはあの普通に対面で、うんうんうん、あの話したりとかしてることが多かったので、全然なんかあの孤独とか寂しさみたいなのを感じてなかったんですけれども、うん、やっぱりこうやっておうち時間とかこういう隔離とかが増えて一人の時間が増えると結構寂しくなっちゃったりとかってことがあって、割と自分から進んで連絡を取ったりとか電話をしたりとか。でもそうですよね、今までメッセージとかで済んでたものもなんかこう足りないっていうか、会えないからこそ電話っていうねメソッドに戻るっていうのもありますよね、はいはい、メンバー間も。そうですね、メンバー内で僕なんかまさやくんと電話したりとか。あら、どんな会話するんですか。なんかチームのこととか、うん、あのまあなんかお互い思ってることとかを、まあ、なんかたまにちょっと話したりとかってことがありましたね。藤巻さんはメンバー間で会話したりとかするんですか。そうですね、それこそさっきの、隔離期間のズームでボーカルレッスンがあったってお話しさせていただいたんですけど、うんうん、そのジン、うん、あの松田仁からその別々のところで隔離しててボーカルレッスンがあった時にあの先生からこういう風に言われたんだけどどうすればいいかなみたいな、こうなんか相談の電話はありましたね、うん、なんか学生の時の宿題これどうすんだっけみたいな近いものがあるね、うん、ね、そうですね、ちゃんと聞いてた授業みたいなあったあった、そういうの。あ、そうなんだ、ね、じゃ結束もある意味深まったんだね。そうですね、うん、いいね。11人って多くない。でもでも覚えられる、覚えられる覚えられるけど、なんかなんていうのかな、でもね、すごいよね。なんかこう家族でも11人ってなかなかないし、友達の輪でも11人って私はあまりいないな、うん、そのクラスで11人仲良くなるってあんまないよね。ないですね、うん、数人単位もあるけど、すごいその絆をメンテナンスするのもすごいですね。なんかそうですね、やっぱりもう本当に毎日11人全員で一緒にこう生活をして、うん、一緒にトレーニングをしてっていう、うん、本当に一緒にいる時間が長いので、うん、その分こう絆が深まっていったんじゃないかなと思います。素敵ですね、うん、いろんなね、あの実は質問やメールも来ててちょっと代表して、うんうん、言うと、例えばあのデビューが決まって練習生時代と環境雰囲気など変わったことありますかっていうのもありますけど、どうですか。そうですね、やっぱりあの練習オーディションの頃はまだやっぱりデビューとかが、うん、あの決まってなかったっていうのもあって、うんうん、あの結構不安っていうか緊張みたいなものがすごいあったんですけど、うん、あのやっぱり INI のメンバーに決まってからは割と少し気持ちが楽になったというか、うん、なんか、ね、あの楽な気持ちで練習に臨めるようになったっていうのはありますね、うん、なんかその長い結果を求められるけど直近の結果じゃなくなったからね。そうですね、はい、うん、もっと日々のことになっていくからね、はい、そう、高塚さんどうですか。あ、ごめんなさい、藤巻さんどうですか、はい、ごめんなさい。そうですね、本当にこうちょっと気持ち的にはそのまあ楽っていうのもあるんですけど、うんうん、それこそなんかこうオーディション時代と今だとこうデビューがこう控えていて、うん、もうプロっていう立場になったので、うん、それこそ自分とかその意識
わしなんか前よりかは高く持っていないといけないなっていうことは、うん、思うことはありますね、はい、あとレコーディングで大変だったところはどこですかっていう、特に歌の部分で言うと。そうですね、自分はやっぱりあの英語の発音とか、はいはい、そこは結構何回も取り直しをさせてもらったりとかはしてましたね。アドバイス受けながら、はい、そうですか。その辺は高塚さんどうですか。そうですね、あの韓国でレコーディングだったんですけれども、あのやっぱり韓国のトレーナーさんから教わることとかが、うん、あの今まで教わったことないことだったりとか、うん、そういうことが多くて。日本でも活動してて全然その教え方が違うってこと。そうですね、はい、やっぱり発声の仕方とかが結構違ったりとかして。あ、そうなんですか。はい、それに結構苦労しましたね。発声が違う、その言葉が言語が違うからってこととか、あとはなんかその声の響かせる場所みたいな。響かせる場所、はい、どうですか、もう眉間の間とかそういうこと。いやいや眉間の間と眉間は眉間の間だ、もうすでに間だわ、お腹とかそういうこと。あのなんか鼻声にならないようにするとか、はい、そういうの知りたいな。私もやりたいな。やりたい、やりたい、INIになりたい、レディレディバージョン。あ、そう。いやでも面白いですね、そんなに違いがあるなんてね。それがまたなんか独特のこうサウンドにつながってるのかもしれないですね、うんうん、そうかもしれないですね、いいですね。じゃあ改めて会えない、この間ねちょっとリリースのデビューも近いですけど、はい、ですね。11月3日 A でデビュー、まあ公式サイトにはもう、ね、ミュージックビデオもアップされてるので、ロケティアかっこいいんだわ、ね、曲とともに、ぜひ見てください。ビデオも壮大ですね、うん、の通り、はい、はい、そしてその他の最新情報、公式ウェブサイトに載っているのでそちらもぜひチェックしてください、はい、で、さっきね曲紹介がまあちょっとあの言葉選ばず言いますよ。いやいや、初めてだったんで、初めてだからしょうがないけどいまいちだったんで、ね、もう一回チャンスをということで、せっかくなんであのブライターの方もオンエアしてお別れしようかなというふうに。ありがとうございます。打ち合わせお願いします。完璧にこうパッと打ち合わせない、誰がどっちを出ていくか、出ていくね、出ていくね、2人で一緒にやるのね、はい、2人で全部一緒に言うのね、はい、全部一緒に、一緒に、 OK、 分かりました。じゃあそれを聞いて、またぜひ来てくださいね。はい、ぜひお待ちしてます。今ちょっとコロナ禍でこうね人数もあるんですけど、今度みんなで来てもらって、はい、どうなるんだろう、わちゃわちゃしてる計13人会えないから、藤巻清介さん、そして高塚ひろむさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。曲紹介をどうぞ。はい、INI でブライター。果てしない道過ぎていく景色、寂しく光る夜空、どれだけ記憶漂っても足踏みしているだけ。遥か前に積もる雪、あの日途切れた足跡、どこへ行っても答えばかり探し続けてた。闇の中を果てなくさまよう、僕に届くまで君の声を響かせてほしい。行き場をなくしたまま途方に暮れてても、伝説出す君がいるから、決して消えない出してみるよ、少しずつでも行ってみるよ。忘れかけた温かな君のぬくもりが、凍りついた心まで溶かしてくれた。このまま君と手を繋いで光の差す方へ、
したのはアイナイブライター、実はこれラジオ初オンエアだったんですって。なのにさらっと曲紹介いただいてしまって、まあ、曲紹介完璧だったんだけど、そういうところをねこう言わないあたりがまた次回に向けての宿題ということでしょうか。またお待ちしております。アイナイでした。